はい、えー。すいません。あのー、カット動画に入る前にもうちょっとあの、もう一回説明させてください。えー、ちょっと後ろから見てる部分ですね。ブレーキ関係。後ろから見てる感じ。はい。えー、そして、えー、ここと、えー、もう一箇所ここにネジがあります。キャリパーを止めるネジ。これは M10 のピッチが1.25で切り直しました。えー、そしたらヘキサゴンが使えるんで、はい。 あとは、えー、ここ、探してた部分っていうパーツが、こんな感じのパーツです。はい。これはロードスター用なんで、はい。厚みがもっと増します。XR 用。そうしましたら、これが例えば、あの、XR 用だったとして、左側。これは、あの、右側は、そう、あの、日本に在庫があったんですぐ来たんですけど、左側は、あの、在庫がなくて、アメリカから取り寄せ、その時間差で、 この子が後から、まあ、例えばこの子ですね。あの、ロ XR 用だとして。この子が後から来て、それをガレージにしまったのか、部屋にしまったのか、車の中さ、あの、しまったのか分かんなくて、まあ、それも金で掃除してました。あでも、車とガレージにはないっていうのが分かったんで、あとはもう、あれですね、絶対部屋の中にあるはずです。これを探します。まあ、これは後からね。はい。で、もう一つお話ししたかったのが、 ここの部分。はい。これドライブシャフト。あ、アクスルシャフト。うーん。もしこの子が本物だったとして、ちょっとこう、あの、何ミリか外に出ます。あとはその分の計算。この、えー、カラーですね。あ、見えない。はい。このカラーを、今はちょっと入んないです。なので、カラーですね。はい。 あの、純正のやつですね。ただ何のカラーなのかよくわすれてく多分ロードスター用かもしれないです。はいー。このか、この子をその誤差分削る。それだけでもうリアは決まるって感じです。もうここの部分の先ほどあの、ね、ステンレスのステーでこうな、うまいことやって間にカラー入れて締めるっていうのも、そんな大した仕事ではないんで、はい。夜な夜なこれは進めちゃいますね。えー 大体次や、次の動画は、え、あれですね、ガス溶接、やらないとほんとシャレになんなくなっちゃうんで、はい、あとは、もう、あれですね、もう削るもんは削っていってって感じで、まあ、あとほぼもう動く状態で、あのー、ご披露できると思います。あ、じゃあ本当にあのー、カット動画いきますのでね、よろしくお願いします。失礼します。